皆さんこんにちは、ワネルウリウィシュです。では今回はアウトオブパークベースボール松坂大輔怪物伝説続きをやっていきたいと思います。前回の松坂の登板はね、いい時はビシッと決めてもらったんですが、悪い時は苦い8失点 KO ということで、不安定な投球内容が続いてしまったというのが、まあ、チームにもね、悪い方向に出てしまって、ライオンズはですね5位 B クラスに沈んでいるという状況です。でもうペナントも終盤も終盤、 A クラス入りがね本当に厳しい状況になっているんですが、松坂としてはね一勝でも多く勝ってもらいたいなというふうに思っています。ではまずね、各リーグの順位から見ていきましょう。1位はソフトバンクですね。で2位がロッテで、3位に日ハムですね。で B クラスが楽天、西武、オリックスと続いている状態です。一方セリーグの方なんですが、1位がジャイアンツ、2位にヤクルト、3位に阪神で、 B クラスがドラゴンズに広島、さらに DeNA という順位になっています。では個人成績もさらっと見ておきましょうか。個人成績の方なんですが、パ・リーグまず首位打者、これは北海道日本ハムファイターズの近藤、3割4分3厘でリーディングのトップですね。で2位に西武のキャッチャー森、この3割3分3厘はねだいぶ健闘してますよね。でホームランは西武の山川が42本で単独トップ、これは2位のロッテのレアードをだいぶ引き離してるって、ホームラン王はもう間違いないのかなというふうに思っています。で打点もね、ホームランに合わせて山川がトップということになっています。続いてピッチングスタッフのも見ていきましょう。ピッチングスタッフの方なんですが、防御率トップは北海道日本ハムファイターズの有原、そして最多勝争いがソフトバンクがね1、2、3位、14勝で2人並んでいて、高橋とバンデンハーク、この2人で28勝、で3位に13勝の千賀ということになっているので、まあ、これはもうソフトバンク強いですよね。最多勝争い3人で繰り広げている3人が3人ともソフトバンクというね、内容ですからね、これは強いということで、ではね松坂の登板の方を早速見ていきたいと思います。はい、では10月の6日、10月に入って松坂大輔初めての先発、そしておそらく今シーズンこれが最後の登板期間になると思います。相手はね金子千尋との投げ合いです。では早速見ていきましょう。では1回の表、松坂の立ち上がりからですね、これが今シーズン最終戦になるので松坂としては最終戦勝ってほしいですよね。まあ、リアルな MPB 日本プロ野球の方は開幕がいつになるのか、そもそも今シーズンというものがあるのかどうかもね本当に怪しい状況ですけどね。まあ、こんな状況、まあ、どんな状況かというと、緊急事態宣言が出されて、まあ、自粛をね、強くお願いされている状況の中、僕が住んでいるのは千葉県の船橋市なんですけど、いまだにね条例で禁止されている客引きをやっている人たちがいて、どうなのかなってちょっともやっとしますよね。まあ、当然その医療関係の、ね、仕事に就いている方だったり、ホームラン打たれましたね松坂が1回に先制のツーランホームランを浴びてしまっています。早いな、松坂調子悪い時前半で崩れる傾向あるからね、ここは踏ん張ってほしい。4番、5番中田をセンターフライですね。よし、ここはしっかり切り抜けてくれました。で、まあ、医療関係の方だったりっていう話をするとホームラン打たれますね。まあ、
松坂ここでもホームラン打たれたんで、これで3失点で、で実は1回の裏に西武が同点に追いついてもらってからのこの勝ち越し点なのでね、ちょっと痛い失点ですね。あとは物流だとか、それこそねスーパーの店員さんだったりとか金融系だったりとか、まあ、どうしても休めないとか在宅勤務がそもそもできないとか、そういうケースはもちろんね、応援しなくちゃいけないんだと思うんですけど、居酒屋の客引きに関してはどうなんだろうっていうね、思っちゃいますよね。松坂のフィールディングが乱れてノーアウトランナー二塁一塁、ここで9番の谷内ですね。ここで失点をするようだと松坂ずるずると早い回でマウンド降りることになってしまう。谷内にスリーランホームランが飛び出る。9番谷内にスリーランが出てこの回4失点目。ブルペンに人を入れておいた方が良さそうですね。戸上を入れておきます。スタンバらせましょう。松坂、ちょっとこのまま行くと早い回でマウンド降りることになりそうなんで、早めにブルペンに人を入れておきます。そもそも客引きが条例で禁止されているのに客引きをしている時点で平時であってもどうなんだいっていうのがある上に、この状況の中でやってるっていうのもね、本当に問題かなと思うし、条例が施行されてからそのパトロールする人を多分市で雇ってるんだと思うんですけど、まあどうだろう、7、8人、10人ぐらいは船橋の駅前にパトロールに出てるんですけど、そのパトロールも別にボランティアでやってるわけではなくて、お金を払ってパトロールしてるわけなので、まあ税金が使われてるわけですよね。税金を使って禁止されている客引きを取り締まっているのであれば、もうちょっと強い行政の指導力を発揮してもらいたいなって個人的には思いますね。もう本当に営業停止とかしてもいいんじゃないのって、その客引きとね提携している居酒屋さんなり飲食店なりカラオケ屋さんだったりっていうのは、これ送りバントうまいな。一塁はアウトになりましたね。これでワンアウトランナーが三塁二塁、犠牲フライでも1点という場面ですね。本当にあの客引きの人たちね、こういう状況でマスクもしたりしなかったり、かつ大声で近づいてきて話しかけられるわけですよね。どうなのかなってちょっとね思いますよね。でおそらくその雇っている居酒屋側が、まあこう言ってはなんですけど、諸悪の根源なわけなので、もう営業停止、条例違反をしたんで営業停止でいいんじゃないのってちょっと思っちゃいますけどね。一塁はセーフ、三塁強襲のヒットでノンアウトランナーが一塁。松坂3回7失点なので、これ以上失点するようだとマウンドをちょっとね、リリーフ陣に託さざるを得ないかなという場面でフォアボール。杉谷を迎えます。この後上位打線になりますからね。杉谷を空振り三振、そしてリーディングの近藤、この近藤もこれはゲッツー、いや松坂ここでエラー。松坂フィールディングが悪いイメージはないんですけどね、まあ、ただそうは言っても最近松坂フィールディングをねしっかり決めてくれている場面っていうのは登板機会がほとんどないので、それ自体が全くないんですが、ここでタイムリーツーベースを浴びてしまい、この回さらに2失点という状況ですね。松坂今季最終戦、残念ながら4回9失点の KO になります。はい、ゲームの序盤松坂大量失点をしてしまって5対10敗戦になっています。では、これでね松坂の登板全部終わりましたので、ペナントの終了までゲームの方は進めていきたいと思います。はい、そしたら2020のペナントシリーズ
シーズン終了になります。本当に新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ね、NPB が開幕できるのか、今シーズンというものがそもそも存在するのか、本当に心配される中ですけど、一応松坂大輔怪物伝説として1年間プレーを通して順位の方が出ています。まずパリーグの方なんですが、1位ソフトバンク、2位がロッテ、3位が日本、変わらずですね。で B クラスが楽天、西武、オリックスという順位になっています。西武の方は61勝82敗ということで、少し負けが込んでしまったのかなという印象です。一方セリーグの方なんですが、1位ジャイアンツ、2位ヤクルト、3位阪神で、 B クラスがドラゴンズ、広島、そして DeNA という順位になっています。10月の初めに確認した順位と変わりはないですね。では個人成績もね、この流れで見ていきましょう。まずはセリーグから。セリーグリーディングは坂本か、3割1分4厘で坂本ですね。でホームランは外、これが55ホームランですね。で打点王も外になっています。なので打撃3部門は坂本がリーディング、ホームラン王が外、打点王も外という形になっていますね。他ご覧のような形になっています。では続いてパリーグの打撃部門見ていきましょう。パリーグの打撃部門ですが、これも10月の初めに確認した内容と変わりはないですね。3割5分6厘打ってるのか。近藤がリーディング、ホームランは山川が44ホーマー、打点も山川が上げています。西武はなんか和製大砲のイメージだいぶついてきましたね。おかわり君次にね、この山川が出てきて、ホームランが打てる日本人が4番に座っているっていうね、西武打線になっていますね。以下その他の打撃成績、打撃タイトル争いはご覧のようになっています。では続いて投手陣見ていきましょう。まずはパリーグやります。防御率はバンデンハーク、最多勝は高橋とバンデンハークが15勝を挙げています。これがソフトバンクの強さの秘訣ですね。で最多奪三振は千賀265奪三振、これもすごい数字だよね、265奪三振っていうのは。では続いてセリーグの投手部門も見ておきます。セリーグの方は、これは沢村賞間違いないんじゃないかっていうね、菅野が防御率最多勝、しかもこれ最多勝は単独17勝ですね。そして194奪三振という形になっています。以下ご覧のような成績になっていますというところでね、松坂大輔怪物伝説、残念ながら西武ライオンズは5位 B クラスということで、今シーズン完全に終了になります。 A クラスに入ればもちろんこの後のね戦いというのもあるんですが、一旦松坂大輔怪物伝説はここで終わりにさせていただいてですね、また次回、違う選手を選んでプレーの方はしていきたいと思っています。ですのでちょっと皆さんからね、あの選手ちょっと使ってみてとか、こういう、企画をやってほしい、そういうご要望とかご意見、さらにアドバイスとかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。